七尾市の和倉温泉お祭り会館の駐車場に来ています。一日頑張って今日の夜ご飯何にしようかな、そんなことを考えている時間帯ですよね、うん、この駐車場の一角にはキッチンカーや臨時のお店が立ち並ぶ和倉温泉屋台村が午後6時からオープンしているんです、地震で被害を受けた飲食店に営業する場所を提供し復興を後押ししようと、七尾温泉商店連盟や七尾和倉温泉商店連盟や七尾青年会議所などが企画し先月28日にオープンしました。和倉温泉や能登島の人気のお店が1日5店舗から8店舗日替わりで出店しているんです。とても今にぎわっていますよ、はいはいはい、では詳しいお話を七尾青年会議所の小山さんに伺います。小山さんお願いします。お願いします。小山さんは大阪のご出身なんですが旅行で訪れた能登島に魅せられなんと9年前に移住してきたんですよね、すごく七尾愛を感じます、でこちらの屋台村にとても思いがこもってるんですよね。はい、地震で営業再開のめどが立たない飲食店の方に営業できる場所や環境を、まあ、整備することで、はい、次の一歩に踏み出すきっかけにしていただきたいと思っています。そういう思い込められていいんですよね、はいはい、また復旧事業者やボランティアの方々が和倉温泉に宿泊されているんですけども、うんまあ、そういった方々にも地元のおいしいものを食べて、うん、少しでも疲れを癒していただきたいと思ってます、はい、そうですね、そうなんですね。そしてこのテントやテーブル、こちらはどうされたんでしょうか。はい、テントやテーブル、あとはまあ照明とか調理器具につきましても、はい、いろんな会社、企業さんですとか団体さんからご支援をいただきまして、まあ、そのおかげでこういった屋台村が運営できております。支援の輪が広がってるということなんですね。午後6時から9時までの営業ということなんですが、どのような方が来られるんでしょうか。はい、オープン直後は地元の方が中心なんですけども、うんはい、その後復旧事業者の方々が、まあ、和倉温泉入られた後に、はいまあ、こちらに来られて、まあ、ご飯食べたりお酒飲んだりして楽しんでいる、今ちょうどいい季節、そういうふうなことなんですね。この場所ならではですよね、うん、ではですね、せっかくまちょっと お客さんに、ね、お話伺ってみましょ う, そ う, しましょう。6時のオープンなんですが、本当に6時から着々とお客さんが、ね、来始めまして、うんうん、お子さん連れの、ね、姿も、ね、結構目立ちますよ。すいません、間失礼しますね、ごめんなさい。こんにちは、すいません、お食事中失礼します。今日どちらからいらっしゃったんですか。今日は同じ七尾市から、地元です。七尾市から、はい、なぜ今日こちらに来ようと思ったんですか。前から震災前から通ってたお店が、はい、まだ営業されてきてないっていう状況が続いてて、この屋台村に、僕の好きな飲食店が何店舗か出店されていたので、はい、ぜひお店の味を食べに行きたいと思って来ました。そうだったんですね、うん、久々に食べたお店の味どうですか。もう本当にもう懐かしいというか、はい、またお店で食べれる日が来ればいいなと思います。お食事中ありがとうございました。はい、オムライスもある。本当にたくさんのものが並んでいてですね、うん、お好み焼きですとか、うん、焼きそばなどもありますし、こういうところで食べるの美味しいですよね。お料理などもあるんです。本当に、ね、匂いにこう寄せられていくという感じなんですけど、うんうん、こんにちは。すいません、こちらになぜ出店しようと思われたんでしょうか。屋台村を企画立案された方から、はい、まあ、ご提案あっていかがですかということで、うちも、まあ、店舗が今休業中で営業見合わせてるところなので、まあ、ちょっとどうしようかなという気持ちもありつつ、やっぱり地元のお客様、ご常連さんの方とかお顔見たかったのもあったし、やっぱり復興支援の方に美味しいお食事食べてもらうことでやっぱり何か力になれたらいいなと思ったので出店することにしました。そうだったんですね。そんなこちらのお店のおすすめのメニュー教えてください、はいはい、定期的にメニュー変更するんですけど、はい、今日は能登牛と能登豚を入れ込んだミートソースのパスタ、はい、ボロネーゼのパスタ。これはいいね。能登牛と能登豚入ってるんですね、はい、贅沢ですね、はい、ちょっとお腹減ってたんでいただいてもいいですか。こちらですね、ちょっと今仕上げに切ってますよ、はい、目の前で仕上げしてくださるんですか。うわ、あ、これ絶対美味しいです。美味しいです。美味しそう。浴びたいですね、このチーズ。はい、ありがとうございます。はい、いただきます。こんなたっぷりのミートソース、パスタもちょっとなんか透き通ってる感じがして、うん、わ、いい香り。では早速
お味が気になりますよね、うんうん、たっぷりミートソースを絡めて、麺太いですね、かなり太麺じゃないですか、よいしょよいしょ太い、いただきます。どうだい、あ、ミートソースもね、たっぷりと、いいね、ミートソースの味が気になる、またにぎわいがね、こう、うん、身にも入ってきていいね、うん、すごい肉の旨味がギュギュってなっていて、うん、トマトソースと相まってますし、もうパスタがもちもちで美味しいです、ね、なんかわかります、もちもちそうですよ、小山さん、ね、これ以外にもたくさん美味しいグルメあるんですよね、うん、そうですね、あのピザやドーナツ、あとカレー、お好み焼き、あとお寿司ですとか、お寿司食べたいわ、まあ、日替わりメニューを提供しているお店もたくさんありますので、まあ、何度でも来ていただけると嬉しいです、はい、リピート大歓迎ですよね、はい、でなんとですね、お酒も提供しているんですね、そうなんです、あの能登の地酒含めまして、はい、あとビールはもちろんのこと、いろんなお酒も飲みますので、はい、ぜひお越しください、はい、この和倉温泉屋台村は7月31日まで営業予定です。詳しくはインスタグラムをご確認ください。小山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、中継でした。